マインフルダイエット 4. 一日ミルク 1、2 杯で修行したり暗夜していた聖者たちがいました。神様、私に広々とした牧草地と乳牛の友達を与えてください。私は牛舎を一つ建て、小さな瞑想小屋も一つ建てましょう。友は一日草をはみ、私は一日思いを手放し、時々二人は微笑み合い、仲良く平和に暮らします。友は私にミルクを恵み、私は牧草地を見守り、訪れる人たちには二人でミルクと微笑みのもてなしをしたいのです。神様、私に広々とした牧草地と乳牛の友達を与えてください。この詩の初めの三行のところに表現されているミルク一、二杯で暗夜していた聖者というのは、私の場合、主にパーパーアラーマダーサのことを思って書いたものです。私もそのような一日ミルク一、二杯で修行生活するようなことに憧れる気持ちがありましたので、そこから想像を発展させて、広々とした牧草地があって、そこに乳牛が一頭いて、乳牛の牛舎を作ってあげて、そこに住んでもらって、自分は自分で小さな瞑想小屋を建ててそこに住む。そうして、牛の友達は、天気の良い日には、お日様を十分に浴びて、広い牧草地で、好きなところで、好きなだけ草をはむ。私は、その様を眺めたり、日向ぼっこしたり、また雨の時には、瞑想小屋の中で瞑想をする。そうして、時々、牛のそばに行って、微笑みを交わし合う。そのように平和に生きたい。私の友達は、私にミルクを恵んでくれる。そして私は私で、牛が草をはむ牧草地をきちんと見守る。折に触れて訪ねてくださる人たちがおられたなら、ミルクを差し上げて一緒にいただいて、また私の友である牛と訪問者とで楽しい無言の語らいである微笑みを交わす。そのようにして余計なことはせずに平和な生活をしたいという夢が私にはありました。今でも心の一隅にそのような思いはあります。もちろん、牛と私だけでなく、畑とか果樹園とか花園などを作って、あまり大きくはないグループ、サンガでそのような平和な生活をして、そういう平和な生活の場が少しずつあちこちに増えていってくれたらなぁとは今でも思っています。それには私たちが質素な簡素な生活で
十分に喜びを感じることができるような心の清らかさをまず手に入れなければいけないでしょう。物に溺れた生活をしていては、とてもとてもこの詩で歌われているような平和な世界を実現し楽しむことは不可能ですね。心の清らかなものは幸い。心の貧しいもの、心に物欲が貧しいもの、欲望が貧しいもの、少ないものは幸い。その人には平和が訪れるでしょう。